ならやめようぜ。ピタッと止まれんならそれやめよう。お前踊りたいだけやんけよ。お前なんなん。センキュー。お前言っとくけども上半期一番ブレとるよ。ここでは何人をグッとさせたんでしょうか。スイッチオン。秋元才加の得点は受け止めてる。オサオサ。はい。なんかサングラスかけてグッとなんか心が動きました。かっこいい。サングラスかった。外すとちょっと心揺れなくなりました。ちょっと外してみ。どうだ。あ、これマリコと同じ人。あ、引っかかった。何なんですか。どうですかサシアラ。他の3人に比べて全体的に安っぽいですね。うるせえ。一番時間かかってるんだよ。ちなみにメイク時間をどれぐらいかかられてますか。もう2時間ぐらいですもん。分かんないですよ。特殊メイクの域やん。マイケル秋元特殊メイクで挑むも残念ながら受け入れてもらえず。ということで、はい、第1回、ね、ダンス王甲子園1位はですね、篠原さんに決定いたしました。1位おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか蘭丸さん、うん、どのあたりがやっぱ決め手だったんですかね。まあ、やっぱりメガネとスーツと最強アイテムですかね。まあ、でも次回はもしあるんであればちょっと S っぽい感じの先輩とかも。やったー。 S っぽい感じ、まあ、一応メガネとスーツはスーツなんですよ。個人的には一番好きですけど。それがゴリラやつ。その顔はゴリラやつ。最強アイテムや。